信者同士の呼び合い方が重要？はい、どうもニヤニーです。本日は週末ということでニヤニーのワットをやっていきたいと思います。今週もたくさんのコメント本当にありがとうございました。今週もですね、面白いコメントが多すぎて選ぶのがめちゃくちゃ大変なんですよね。今回もしっかりですね、2回ぐらいに分けないと紹介しきれないので、明日もね動画を出す予定なので、明日の動画と合わせてぜひご覧いただければなと思います。それでは早速やっていきましょうか。まずはこの方、ルルハリルさんからのコメントでございます。そういえば森尾って子猫ちゃんや青年と一度も他の参加者を名前で呼んでいないんですよね。それはもしかしたら名前がどうであろうと自分の道具であることに変わりはない、自分以外を道具としか見ていない森尾のずるい、せこい、ちょっとうざいという性格を表していたのかも。あとこれはライダーへの攻撃が反則行為だと分かった上で疑問になったことなんですけれども、バックルを手に入れて他のライダーの ID コアめがけて思いっきり攻撃して ID コアを破壊しまくればミッションが達成できなくとも1位になるんじゃねと思ったんですが、ニャニーさんはどう思いますか？まあもしかしたらライダーでは他のライダーの ID コアを破壊できないようになっているかもしれませんが、まあちょっとまずはこの最後のご質問ですよね。私はどう思っているかっていう質問に対してちょっとお答えさせていただくんですけど、そのストーリーはシンプルに面白いかどうかで考えた時に面白くないですよね。ゲームの趣旨に沿ったものではないですし、なんかもうずるさ全開なので、例えばそれで1位が決まりました、で次回以降もそれで1位が決まりましたってなったらね、もう見なくなっちゃうと思うので、まあ現実的に考えてその展開はあるかもしれないんですけど、面白くないよねって僕は率直に感じました。でまあこの気になったのが一番最初の方に書かれてた呼び方ですよね。まあ呼び合い方って言った方がいいのかもしれないんですけど、この呼び方っていうのがどの作品でも結構重要なところがあったりするんですよね。呼び方でそのキャラクターが相手のことをどう思ってるかっていうね、心情が見えたりしてくるんですよね。ここでどのキャラがなんて呼んでるかちょっとねまとめてみたんですけど、ケイワの場合なんですけど、エースのことをエースくんで、ネオンのことをネオンちゃん、道長のことを道長さんって呼んでました。でネオンの場合は、エース様、ケイワで、道長のことを呼んでるシーンがちょっとね見つけられなかったんですよね。そして道長の場合はギーツ、ナーゴ、タイくんと共通してライダー名で呼んでいるんですよ。で、エースの場合は、見逃しているだけかもしれないんですけど、まあ変身している時に道長のことをバッファと呼んでただけで、エースは基本的にみんなのことをお前とかってね呼び方をしているわけなんですよね。そこちょっとね名前が入っててもいいんじゃないかなってシーンでもあえて、ね、こう名前を呼んでなかったりするところがあったんですよ。でまあエースが他のキャラを名前で呼んでるシーンとか覚えてるよって方いたらぜひねコメントで教えてください。でこの中でも今後心情の変化が分かりやすいキャラクターっていうのがエースと道長だと思うんですよね。まあ道長に関しては嫌いなライダー名であえて呼んでるあたりはこうみんなもちろん信用していなければ心も開いてないのが分かりますよね。で次回もしかしたらケイワだけはタイクーンからケイワって呼び方に変わっててもおかしくないんじゃないかなというふうに思っています。道長がいつかねエースって呼ぶ時が来るとしたら、これちょっと胸熱な展開の時かもしれないなというふうに思ったんですよね。はい、では次行きましょう。佐藤太郎さんからのコメント。今回判明した失格と退場の違いで復活への道筋が立ったように思います。やはり ID コアが破壊されたか否かだったとしたら、次のデザグラでカナトや森尾が復活したらエース包囲網が敷かれるかもしれないですね。記憶が引き継がれるとしたら一度行ったゲームは2回やらないのかもしれないですね。もしやってしまうと攻略法を知っているはず、しかし道長は知らないとなると常に新しいゲームがやられている、そうなるとエースのハイライト発言は単なる口癖性なんでしょうか。それとデザグラはなぜテレビゲーム世代の子供たちではなかなかやらないようなアナログな昭和遊びなのでしょうか。そのうちだるまさんが転んだや鬼ごっこなんかもやるのでしょうかね。
確かに今までやってきたゲームは、一番最初は宝探しゲームで、ゾンビサバイバル神経衰弱ゲームで、次回が缶蹴りということでですね、まあゾンビサバイバルがどうかわかんないんですけど、まあ昭和感があるゲームですよね。確かに令和に入ってから忘れ去られそうな文化がこの仮面ライダーのアイテムになってたりすることが増えてきたんですけど、セーバーでは電子化が進んでいる本であったりとか、リバイスではまあコロナの影響でハンコの文化が見直されてきて、ハンコの必要性が低くなってきましたよね。でそれがバイスタンプになって文化として続いていくみたいな感じでね。そして今回の技術はアイテムではないにしても外で遊ぶ機会が減って、家でも友達とね繋がれるオンラインゲームとかが流行ってきてますよね。今回の仮面ライダーギーツでは、昔友達と公園でやったようなアナログな遊びがどんどん出てくるかもしれないですよね。ほんまにこれは。で、まあ仮面ライダーギーツを見て子供たちが缶蹴りって面白そう、やってみたいってなって、友達とねみんな集まって外で元気よく遊び出したら、これはかなり微笑ましい光景にはなりますよね。多分ですね、この缶蹴りであったりかくれんぼって大人が本気でやっても今でも楽しいと思うんですよね。大人の缶蹴りゲームみたいなね、ちょっとねやってみたいですよね。次回以降どんなゲームが行われるかをちょっとね注目して見ていきたいと思います。はい、では次行きましょう。これはもう影さんとお呼びしてよろしいですかね。影さんからのコメントです。初コメ失礼します。自分は個人的にパンクジャックは、NPC だったんじゃないかと思います。根拠1、他作品との比較ではあるが、ゼロワン世界のヒューマギアのような意思表示の範疇を超えていない。根拠2、サロン内で森尾にどつきどつかれているが暴力行為とみなされていない、イコールプレイヤーとみなされていない。根拠3、チェーンアレイレイズバックルを欲しがったのは色つながりで相性のいいレイズバックルだったのではないかと思われるから。以上の3点からパンクジャックの中身はいないと思っています。仮想ジャマトも作れるぐらいですし、運営側&季節物ライダーだということを加味しても1人だけ植物モチーフなのは関わってくるはず。もし小型レイズバックルにも相性があるなら、森尾おじさんはピンクつながりでハンマーレイズバックルが相性良かったのかもしれないですね。結構ですね、この方以外にも小型のレイズバックルにも相性があるって思っている人が結構多くて、僕は小型のレイズバックルには相性ってないんじゃないかなというふうに勝手に思っている部分があるんですよね。マグナムやゾンビ、そして次回登場する忍者のようなこう顎のパーツが変わるというか、こう上半身のねパーツがこう綺麗に腕まで変わるあのバックルにしか相性の良し悪しはないんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。これ皆さんどう思ってますか？小型のバックルにも相性があるって思いますか？この動画の公開時間と同時にですね、コミュニティの方でアンケートを行っていますので、ぜひ皆さんの意見もお聞かせください。はい、では次行きましょう。西岸のランさんからのコメントです。白のマスクって残ってるんですかね。パンクジャックの耳の形から考えてダパーンのリデコっぽいですが、そもそも白、ダパーン、パンクジャックというリデコの系譜を作ってもいいのに、わざわざ耳の形を変えて違う似たマスクを2つ作っているのが不思議です。もしかして脱落者は二度とライダーには戻れないけど、退場者は戻れる可能性があるんじゃないですかね。今後メリーのリデコは出たのに銀ペンのリデコがなければ退場者復活フラグ見えてくる気がします。これはちょっとね、先日発売されましたですね、宇宙船っていう雑誌があるんですけど、そこから見てもおそらく現状ではギーツ・タイクーン・バッファのマスクの素材なんですけど、これが FRP という素材で作られててですね、あのこうカチカチのやつですね、ほんまにヘルメットみたいな素材で作られてるんですよ。でクマ系の3体であったりメリー・ギンペンは多分なんですけどウレタン素材な気がするんですよね。まあコスト的に考えてもウレタンの方が圧倒的に安いですし、作る手間の部分で考えてもウレタンの方が FRP と比べるとめちゃくちゃ楽なんですよ。なので元が FRP のマスクなのであればリデコするけど、ウレタン製のマスクはリデコするより新たに作り直した方が安かったり楽やったりすることもあるんかなって思う部分が最近ちょっとねあるんですよね。僕も実際にジャック・リバイスからクリムゾン・ベイルにリデコしてみたわけなんですけど、なんか結構ねまたリデコかよ的な声って多いじゃないですか。
まあ、そういう人たちってもしかすると楽してるとか手抜きしてるようなイメージがあるかもしれないんですけど、リデコってやってみて分かったことなんですけど、まあまあ大変だったんですよ。下地の色によってはですね、次の色が乗らない可能性もあったりとか、そうなった場合一回全部を真っ白か真っ黒に直してからじゃないと色が入らないこともあるんですよね。って感じで手間の部分を考えれば、ウレタン製のマスクはリデコではなくて再度作っている可能性も最近感じ始めてるんですよね。なのでもしかすると白のマスクは残ってるんじゃないかなというふうに僕はちょっと思ってます。で、まあ、こういうね裏事情に関してはなかなか知れない部分ではあるので妄想の域を超えないんですけれども、まあちょっとねいろんなツテを使ってね、そういうのちょっと聞いてみたいですよね。はい、では次行きましょう。谷崎さんからのコメントです。3、ギーツに登場するライダーのモチーフ元の動物は、ということでですね、今日はここまでにしておいて、また明日続きをねご覧いただければなと思います。いやーこれね、次の第7話どうなるのかがすごい楽しみで、今週はちょっとね、リアルタイムでの視聴ライブはできそうなので、ぜひみんなと一緒にまた第7話をね楽しみたいと思っております。